様こんにちは、まりみちゃです。今回はこちらにあるね、ティッシュケース、新しいティッシュボックス作ってるんですけども、こちらのペーパーを貼っていく動画を撮っていこうかなと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今回なぜ、ね、こう作ってるところをあまりね、動画にしないんですけれども、今回なぜ動画にしたかと言いますとですね、はい、そのくらいしないとなかなか進まないんです。はい、ということで最後までお付き合いください。途中ね、早送りとかすると思うんですけども、はい、内側はもう出来上がってます。こんな感じになってます。で、この使ってるペーパーなんですけれども、これは IKEA さんで購入したナプキンですね。紙ナプキンですをデコパージュしてあります。こういう感じでね、前もってコピー用紙にデコパージュしたものを使ってます。で、この薄いものは実はナプキンの剥がした2枚目なんですね。これ1枚目のペラペラの部分、一番上のペラペラの部分なんですが、この下のものがこれになります。うっすら模様入ってるのが可愛いなと思ってこちらの方も使いました。はい、前まではこう作ってからデコパージュで貼り付けてたんですけども、先にデコパージュでペーパーを作ってからの方がやりやすいんじゃないかなってことで、やってみたら本当にやりやすかったですね。はい、ということで始めます。まず外側に貼るこちらの紙ですね。これ外側に貼るものでもちょっと切ってあるんですけれども、ここね、はい、こんな感じで貼り付けていきます。デコパージュしてあるのでカッターは使わないです。カッター使っちゃうとね、剥がれてきちゃったりすることがあるので、あと椅子キーキー言ってるのはちょっと気にしないでくださいもうね、バランスボールチェアなんですけどキー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 うるさいの。はい、ですね、カルトナージュなので直接こういうペーパーを貼っていくんですね。で、よいしょ、はい、こういったボンドを使います。で、こういったボンドを水で薄めてハケで伸ばすっていうやり方もあるんですけども、私は直接ビットつけて、こういうね、すぐ捨てちゃうようなこういうので伸ばします。きちっとまんべんなく、伸ばして、で、先ほど折り曲げてあるので合わせて貼ります。よいしょ、手がすごくドアップになって恥ずかしいんですが、で、よいしょ、こういったものできちっと伸ばします。よいしょ、で、実はね、ここの柄閉じた時にこう柄がつながるようにね作ってあります。はい、で、このペラペラの部分は今気にしないです。ペラペラの部分というかこの辺とかはね、ここは貼っちゃいます。埋まった部分は、よし、貼って、次ここ、この長いものを使うんですが、色がちゃんと合う部分を探して、今何をしているかと言いますとですね、このままこう貼っちゃうと紙のね、ここがちょっと
切れたところがあのかっこ悪いというかね、ちょっとあまり美しくないので、はい、ここを曲げて貼ります。はい、こういう感じでね曲げて貼るんですけども、ここの柄を合わせたくって続きにしたいので、こんな感じ、こんな感じになるように今再考してます。大体の大きさでこう曲げて曲げて、ここの部分ですね、ここの部分は切っちゃいます。あの折り返すときにちょっと厚くなっちゃうので、この部分は底になる部分なので切っちゃいます。ですね、違和感のない程度に、ちょっとずれちゃいました今回。はい、しておきます。持ってしまって、あ、待てよ、やってしまったぜ。こっち、あ、ちょっと戻します。こっちね、なぜかというとこっち先に貼らなきゃいけなかった。やだ、やっちゃった。うん、おばかちんがですよね。このね、カッターマットを買い替えたいの。カッターマット、もうハゲハゲだし、ここちょっとなんかピローンって浮いてきたし、カッターマットとかおすすめありますかね。別に5ミリ方眼とかじゃなくていいし、うん、カッターマットを買い替えたい。最後が絵柄合わなくなるんだよね、今思うと。そうなんだよ、これどうしても、どうしてもそこはしょうがないの。そう、もうカッターマットなんかいいのないですかね、おすすめ。本当にカッターマット、カッターマットを、ちょっと待ってよ、よいしょ。あの、私もともとこうインチで測ってるので、センチは別になくて、ただ本当直線が取れればいい。インチ表示のカッターマットあったらね、本当に嬉しいんですけどね、なかなかないんですよね、インチ表示のカッターマットって。よし、できた。ちょっとね、やっぱりここだけ絵柄合わなくなっちゃうんですよね。まあしょうがないです、どっかで妥協しないと。よし、
そしたら、ここの仕上げは最後だから、ここはまだまだで、やっぱり足りないな、ここの部分が足りない、次足すか、うん、デコパージュね、このカラーはこれしか、もうあと1枚しかなかったんですよ、ラスト。で、ここの部分ですね、ここの部分がないので、ここの部分の分やっぱデコパージュしないといけないですね、もう1枚。今ここの角をね、こういう感じで三角に切ってます。こんな感じ、はい、こうすることで綺麗に処理できます。よし、はい、で盛り付けて、ね、息子がね大学生なんですけど、今リモート授業なんですよね。あ、来た。はい、サンキュー。デルボリ。サンキュー。ありがとう。はい、ということで今ねここ乗り付けました。でこうやって倒して貼っていきます。ちょっとねごめんなさい、今ねちょうど注文してた。よいしょ。デルフォニックスの新しいロールバンがね届いたんですよ。で息子が届けに来てくれたんでちょっと一旦中断したんですが、はい、で次こちらを貼っていきます。ここは斜めだなって感じでも大丈夫です。この上にそこペーパー貼るので、作ってみたいなと思うんですけどね。ちょっと手として、あ、これ使おう、やっぱし使おう。でこの底も貼っちゃって大丈夫。少しねちょっとこうくちゃってなるんですよ、どうしても。でもこれがないと字のあれが出ちゃうので、この台が出ちゃうのでこれでいいんです。でこうやって貼るか、上も貼っていきますね。ちょっとこのペラペラを切り落としてしまおう。このペラペラいらない。ここまでできました。あっという間ですね。こんな感じ、外側めちゃくちゃかわいい。え、かわいいな。ちょっと北欧風な感じで、でどうしようかな。あ、この2つでつなげるか、いけるかな。
はい、ということでちょっとここまで30分ぐらい撮ってきたんですが、ペーパーを1枚デコパージュすることにしました。うん、なのでちょっとまた改めて撮ります。はい、でも動画にするときはきっと一瞬にしてワープしていると思います。はい、後ほど